制されたジャイアンツ、2回先頭の5番マック。横浜先発森田のスライダーを左中間スタンドへ、第12号ホームラン、ジャイアンツ1対1の同点とします。しかし3回、横浜はワンアウト1塁から6番のローズ。ジャイアンツ先発木田の142キロのストレートを弾き返し、センターオーバーのタイムリースリーベース、2対1横浜勝ち越します。さらに続く7番才木、ライト松井、バックホーム、間に合いません。横浜3対1とリードを広げます。その裏のジャイアンツ、先頭バッターピッチャーの木田、レフト前へ運びます。この後木田はヒットと送りバントで三塁へ進み、バッターは当たっている松井、センターへ運んで犠牲フライ、3対2ジャイアンツ1点差に追い上げます。1点を追うジャイアンツは6回、ヒットとエラーで2アウトランナー2塁1塁としたところで代打福王、ナイスバッティング、ライトブラックスがもたつく間にセカンドランナーの出口が帰って3対3ジャイアンツ追いつきます。さらに2アウト1塁3塁、逆転のチャンスに長嶋監督、木田の代打に吉村はセカンドゴロ、ジャイアンツ勝ち越せません。ジャイアンツは7回から2番手に岡田を送りますが、この岡田ヒットとフォアボールなどでワンアウト1塁3塁のピンチを招きます。そして5番駒田に1球投げたところでジャイアンツベンチ、岡田から西山へスイッチ、西山は6番ローズにこの日2本目となるタイムリースリーベースを浴びます。ランナー2人が帰って横浜5対3と勝ち越します。そして8回、ジャイアンツは横浜2番手五十嵐を攻めてワンアウト1塁2塁とすると、横浜大谷監督迷わず守護神佐々木を投入、佐々木は代打井上を三振、そしてバッターは1番西、フォークボール、いい当たりだ、レフトに上がった、打球は伸びていって伸びていって、どうだ、入るか、入った、ホームラン、逆転、大逆転、まさかの西、逆転スリーランホームラン。この後の攻防は CM の後です。どちらでしょうか。フォークボール、いい当たりだ、レフトに上がった、打球は伸びていって伸びていって、どうだ、入るか、入った、ホームラン、逆転、逆転、大逆転、ま、こうなればジャイアンツ9回のマウンドはもちろんマリオ。しかしワンアウトから駒田にヒットを許し、6番ローズを打ち取ったものの7番才木を敬遠、2アウト1塁2塁、バッターは代打畑山、ライトへ松井、届きません。ランナー2人が帰って横浜7対6と逆転します。9回、佐々木はランナーを2人出しますが、後藤をフォークボールで三振に切って取りゲームセット、7対6で横浜が勝ってジャイアンツ5位転落です。4時間6分の激闘に敗れたジャイアンツ長嶋監督、あー守りきれん、西が大逆転打ったのにな、あそこは敬遠しかなかったんだと悔しさを隠しきれませんでした。